エーリッヒ・フォン・ファルケンハインは、ドイツ帝国の軍人。第一次世界大戦において、同国の陸軍参謀総長を務めた。西プロイセンの都市グラウデンツ近郊のブルクベルハウ出身。士官学校を卒業後、1880年にオルデンブルク不評連隊に少尉として任官。1890年には参謀本部に配置される。1896年に清朝中国に士官学校の教官として赴任し、1900年の義和団の乱に遭遇。その後、アルフレート・フォン・バルダーゼ将軍旗下の東、アジア派遣軍の参謀となり、同地に1903年まで赴任。ドイツ各地の任地に配属された後の1913年、プロイセン王国の軍事大臣となった。1914年にサラエボ事件が発生すると、ドイツの参戦を主張。第一次世界大戦勃発後、マルヌの戦いで、ドイツの攻勢が頓挫すると、9月14日に、ショーモルト家の後任として、参謀総長に就任した。フランスへの侵攻作戦である、シュリーフェンプランの失敗から、西部戦線の陣地構築に尽力し、イギリス軍とフランス軍の反攻を一時食い止める。ドイツの完全勝利に悲観的な見通しを持ち、11月18日に外交交渉で戦争を終わらせる。要主張する覚書を政府に送ったが、聞き入れられなかった。このためタンネンベルクの戦いで、ロシア軍を通撃して楽観的見通しを持っていた、パウル・フォン・ヒンデンブルクや、エーリヒ・ルーデンドルフと対立するようになった。ルーデンドルフには、犯罪者呼ばわりされた上、1915年1月には、プロイセン王国軍事総を解任された。停戦交渉でのドイツの立場を有利にするため、西部戦線に戦力を集中し、消耗戦の概念に基づいて、フランス軍の人的損耗を極限まで引き出すために、ヴェルダンを攻撃する、ゲリヒト作戦を立案。それによって1916年2月21日から、ヴェルダンの戦いが始まった。この戦いによって、フランス陸軍に痛撃を加えたものの、ドイツ軍自身も50万の兵士を無意味に失い、また作戦実行に、大量の兵員と補給品を必要としたため、ブルシーロフ構成、ソング構成を受けて、他方面に補給を行う必要が生じると戦場を放棄せざるを得なくなった。そもそもファルケンハインもフランスがこのやり方で音を上げるとは思っていなかった。同年8月29日、陸軍参謀総長を辞任。後任はヒンデンブルクだった。その後は、ルーマニア戦線の第9軍。パレスチナ戦線の作戦を指揮。オスマン帝国元帥としてトルコ軍を指揮したが、イギリス軍によるパレスチナ攻略を阻止できなかった。1918年2月にベラルーシの第10軍司令官に転じ、そこで終戦を迎えた。戦後は軍を離れて隠棲し、第一次世界大戦に関する著述を多く行う。1922年、ポツダム近郊シュロスリンドシュテットで没。ヴェルダンの血液ポンプ、ヴェルダンの骨ミキサーの拝命者として、典型的なプロイセンの将軍、すなわち、冷酷非情、反民主主義的な軍事指導者と評価されることが多い。しかしこうした人命を軽視した戦争のやり方は、ファルケンハイン個人の性格というより、時代の産物とも言える。個人的には友情に、厚く、また優しい上官であったという証言がある。またパレスチナにいた1917年当時、パレスチナに住むユダヤ人をすべて強制移住しようとしたオスマン帝国総督アフメト・ジェマル・パシャを説得して、これをやめさせている。追放が実行されていれば、アルメニア人虐殺のような事態も想定されていたため、ファルケンハインを好意的に評価する意見もある。ありがとうございます。